初めてだね、ドライブ。初めてだね。うん。なんか全然回ってる感はないわ。いや、本当に変なこと言っちゃったらやばいんじゃないかっていう。そう。それはあるよね。ちょっとね。うん。あの。そっか、こんな感じか。うん。めちゃめちゃ本当にフリーなんだ。車とかって普段運転するの？たまに運転する。うん。好きだから、なんかファンイベントの時ね、今日20歳だったんだけど。ああ、そうだよね。そう、あのだったよ、あのドライブデートのその妄想デートじゃないけど、隣に乗せてる体で、うん、動画を撮った、ちょっと。あ、なるほど。え、鎌倉かな、確か行ったんだよね。たまんねえな。たまんねえなって。キュンキュンの極みじゃないですか。キュンキュンさせられたんでしょうかね。そのキュンキュンさせるのは得意分野じゃないの？え、得意分野でもむずいよ。女の心って分かんないからね。分かんないね。難しいね。今日さ、本当にさ、なんだろう、ドライブやりますって言われて、うんうん、何すんだろうなとか、台本とかあんだろうなって思った。うん、何も決まってないんだよね。あの、どこ行ってもいいよって言われた時に決めるのってすごい難しいなって思って、うん、ね、うん、なんかあんまドライブ自体はあんま行かないからさ、うん、なんか野ざらしにされた気分だよね。どこ行ってもいいよみたいな。そうそうそう、逆にね、あのきついやつだよね。そうそうそう、遊ぶ時もそうじゃない、うん、あの何したい、何食べたい、何でもいいよ、どこでもいいよって一番困る答えだからね、あれね。難しいね。でもそうやって言いがちだからな、俺も。なんだかんだそれの方が楽しかったりするんだよね。そうね、適当にやって、うんうんうん、そろそろ左手下ろそうかな。そうそう、いいんじゃない、ここでも撮ってるしね。そうだね、落ち切るか一回。どこ行くの？聖地ですよ、聖地。聖地、聖地、東京ドームシティ、ジーロッソ。そんなテンションで言うの、それって。なんかもっとなんかででーんって言うのかと思ったら、なんかその結構さ、多分さ、うん、スイッチ入ってないんだよね、今日。あ、そうなの？全く入ってない。なるほど、それはそれで、それはそれでいいんだろうね、そっちの方がね。多分、普段こんな感じなんだよね。そっかそっか。そう、なるほどね。だからそう、だからせっかくさ、うん、2人さ、センターやってたしさ、うん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 、ちょっとね、思い出の場所でもあるし、うん、ちょっとまあ遊びそうじゃん、そこ。確かに楽しそうじゃん。ショーは本当にめちゃめちゃ俺は嬉しかったな。ね、頑張れっつってね。そう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 。可愛いんだよね、あの頑張れがね。ね、友達の大きい友達も頑張ってくれてるけど。そうだね、あれもだいぶ強い、うん、たまにめちゃめちゃのぶとい声が聞こえるっていうのが。頑張れみたいな。そう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 。あの結構戦隊さ、あるあるかもしれないけど、キャストに明かされない秘密みたいなの多くない？あ、確かに確かに。なんかむしろファンの人とかがこうつぶやいてるとかを見て、え、そうなんだ、え、そうなんだってなるときは多いよ、ね、確かに。特撮オタクすげーってなるときは、うん、そんな意味あったんだみたいな。考察とかめちゃめちゃしててね。考察すごいよね。そう、あ、そういうことねって逆にね、なるなる、なったりするぐらいだから。お、出た、来ましたね、水道橋駅でございますね。はい、まっすぐ行ったから。おー、懐かしい、懐かしいわ。駐車券をお取りください。駐車券は必ず、はいよ。まあ、今カメラが回ってることを完全に忘れた瞬間だった今。かなり静かになっちゃった。出た、皆さん見てください、このこれですよ、これ。何が？女子がキュンとするバックの仕方ですよね。東京ドームシティ、行きますか。はい、行きましょう、行きましょう。あれ、こんな感じでよかったんだっけ。わかんない。おいしょ、はい、まあ、これ、カメラ持ってきましょうね。 See you。 はい、ジーロスにやってまいりましたよ。来ましたね、来ましたね。私これ、お、来た、
北次郎っすわ。はい、チーズ。はい、チーズよ。テレレ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 ジェットコースターサンダートルフに乗りたいんですけど、こちらのチケット2枚でよろしいですか、はい、かしこまりました。チケットを買うだけで絵になる。ちょっとドキドキ、ちょっとドキドキしてるよ。なんか登ってんだな。なんかそうそうそう、この自分でね、振り回されに行くみたいな、なんつうの、そう簡単にたどり着かないんですね。結構さ、階段ってここも結構高いよね。すでに高いよ。気持ちの準備ができる前に着いてしまいました。もうちょい階段あると思ってた俺は。サンダードルフィンに乗っていきたいと思います。なので身長足りないと思うんだよね。足りてないの。やばいやばい、30センチ以上じゃなきゃいけないのに130センチないっすね。ちょっとやめてください。やばいよね、これ足りてないよね。あ、髪の毛でギリギリ、あー足りてない、足りてない、ダメだ。いや俺ね、ジェットコースターはね、その得意ではないんですよね、実は。僕も得意ではありません。聞いてない。もうちょっとあの、心ここにあらずですよ、彼は。なのでジェットコースターとホラー映画はマジで見すぎたり乗りすぎたりすると寿命縮まるらしいの。マジで、うん、食べますということで乗っていきたいと思います。じゃあ行ってきます。全然余裕でした。いや何言ってるの。何だよ。めちゃめちゃ乗る前からね、やばかったしね、乗ってる時もね、あ、死んだ死んだって言ってましたけどね。楽しかったね。どれがいいかな、どれがいいかな、ちょっと迷うな。いちごケーキミルク、美味しいじゃん。うわ、うまそう。一応サイドでデートしたらこんな感じですよね。買ってくれたの。そうだよ。ありがとう。君はクレープのように甘いからね。別れよ。いただきます。ありがとう。あ、ついちゃった。わざとですね。クレープ食べ終わったんだけど、はい、お腹になったね。お腹は結構いっぱい。結構ボリューミーだったな。よし、じゃあ最後行こうよ。フリフリグランプリ、フリフリグランプリって乗っていきたいと思います。よし。男の子がね、郵送レッドだ。本当そうなんですよ。本業前のスタートです。はい、もうにらんから緑踏んでください。結構これやばいよ、これやばいよ。結構来るやつ。当たってる当たってる当たってんのかい。当たってるって当たってんのかい。当たってるって。ねえ、ちょっと。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。こちらでお送りください。キャーキャー言ってますけど、すごい声ですね。すっかりね、暗くなっちゃってね。本当だね。たまにドライブ企画的みたいな、遊園地企画みたいになっちゃったよ。そうだね、ドライブがどっちかっていうとなんかおまけみたいな。そうそうそう、なっちゃったかなっていうのはあるけど、でもまあ楽しかったから。楽しかったね。本当オフよ。本当にオフなんですよ、僕たち。まあこれで仲良くなったら。そうですね、まあ、じゃあプライベートでもね、遊園地とか行きましょうよ。行きましょう。2人のドライブデート、またいつか会いましょう。さよなら。じゃあねー。